皆さんこんにちは。プレゼントしたくなるおしゃれな天然酵母パン作り講師高橋孝子です。本日はですね、私の方のパンのクラス、低糖質ダイエットパンを楽しむクラスからこちらのパンのご紹介です。はい、ベーコンエピですね。はい、ベーコンエピなんですけども、こちらを作ろうと思ったきっかけは、小麦の方で当然ベーコンエピっていうのがあるんですけども、この低糖質の粉でもお惣菜っぽく食べたくって、ハード系っていうほどこうハードな感じにはならないんですけれども、こう成形をねチョキチョキチョキっていうのを楽しみながらやっていただくのにいいかなと思って作ってみました。で、フィリングの方がですね、マスタード、ブラックペッパーとベーコンの組み合わせだったりとか、ちょっと意外なところでですね、柚子胡椒と白ごま、これ結構美味しいんですよ。はい、こんなのをね、中に入れながら作っていくっていうのをやったりしますので、ベーコンエピもなかなか生徒さんから評判がいいので、ぜひ体験してみてください。